逃走中頑張ってえ逃走してないですよ、私。逃走してないんですけどね。みなさん、こんばんは。今日はょうはありがとうございます。楽しかったです。なんか急激に眠気がきてあの。 なんかこうアドレナリーだったんですよきっとファンの方のお前に立っとライブでアドレナリーが出るじゃないですかうん、ね、逃走中っぽい配信」って何か <laughs> だって私そうそう分からないんだけど「逃走中」こんな感じですか「前髪誰に巻かれたん」前髪はあっさっ公演前に あの髪の毛セットするじゃないですかセットしてもらうじゃないですかメイクさんに。であのー、何だっけ髪の毛セットしていただいて指けがしてるセットしていただいてあで前髪を自分で「あ前髪は自分でやります」って言って。 やってたんですけどそしたらなんかお周りになんか大人のメンバーがたくさんいてあのー、ホロータンとかホロータンとかコッコとかマイとか、まあ、いろんなメンバーがいてオキとかいたんですけどそしたらコッコがその中のうちのコッコさんが前髪を巻きすぎて私の前髪を。 めっちゃおんまやになってで遊ばれましたね今日もおしゃれですかえ今日大人っぽい嬉しいあいやもう大人なんですよ大人っぽいじゃなくて生誕はそれ楽しかったですよ 何でもかわいいって言ってくれてありがとう <laughs> 嬉しい,いやうても今日ずっといやみんなでも一日ライブがあったらねみんな一緒にいるかそれはみんな一緒にいるよって感じか洒落たい放題ライブが見たいんやライブ ライブするのほんま楽しいですよなんかなんかなんかしたいんですよねなんかねちょっと「怪国はミーティング」ですねこれは。 もう2月が終わっちゃう今日も可愛いい絵今日のなんかうんライブはあっという間にめっちゃ集中したんですよね。自分を変えたいと思ってなんかめっちゃ集中したんですよ。 今日までオンラインパーティーう,う,うん回顧館ミーティング生誕祭どうだったいやなんかあの素敵でしたなんかやっぱりあのなんか自分の生誕祭を思い出したりするなんか他のメンバーのいやそう 今ちょっとリュックを下ろしてないんですけどちょっと今リュックを下ろしますね。っちういうことをねいちやることをいちいち言わんでいけって思うよね。自分もなんか思うよ喋っとってなんかビュん絡まっとるっけどうにかしだらこうやってね言っとることが言いたいことがね口からね出るんですよ。きなんかそれが癖な なあちゃんに見えたそれなんかほのたんとほのたんのフリート追悼のフリートにあの乗ったんですけど今日ありがとう乗ったんですけどあのその撮った時に撮った時の動画が「あのすごいなーちゃんに似てる」って。 周りの人に言われました。マジ、今り、殺して成果、前髪もさばもしゃに、あ、もともとボサボサだったか。固 <laughs> めたんです、しっかり、ほら。アイドルあるあるですね、これは。実況は、この配信で。 アイドルあるあるをねなんか挟んでいくねアイドルあるあるさない前髪命は結構ガチ待ってなんかラップ作れそう前髪命は結構ガチ <laughs> 最後の言葉が一緒にでける、ね、前髪命は結構ガチケープでカチカチおいいね いいいいねいいねなんかその続きをぜひとも考えてくるしじゃあ,あとはあのー、うんえっといや待て待てそんなにさき日 逃走中かある逃走中ってこんな感じなのあの何が逃走中そんなにうんアイドルあるあるそのに準備が遅いメンバーはだいたい一緒 <laughs> 私もねちょっと遅い組かも あのマイクをねこう片付けてる場所があるんですけど片付けてる場所があるんですけどマイクをこうとりあえず「あ今から着替えますんでマイクをとりあえず置いときます」っていうところがあるんですけどそこでなんか大体、ま、メンバーがなんかあの舞台袖にあのこう準備してて準備してるじゃないですか。そそののなんかその 準備ができた順に、まあ、マイクってなくなっていくけどマイクがあのなくならないメンバーはまあ私とかホナタンとかまでで一緒なんですよねアイドルあるあるそのさえこれ私アイドルあるなんかな私あるあるなんかなえっとね なんか私あるあるなんじゃけどこう,もうめっちゃなんか準備の時間が、まあ、1時間半あったとするじゃないですかメイクとか着替えとかも含めて全部あるじゃないですか。あそうそうそう 準備があるじゃないですかまあそれも含めてなんだけどあのなんていうんこうえっといくら準備の時間があっても本番ギリギリになってめっちゃ不安になるえこれは結構がちいやあんた絶対そのあの ご飯ゆっくり食べてる時間あったらそこで確認できたやろって思うんだけどなんかほんまになんかこう本番始まってあ「おばあちゃん始まった」っていう時に確認した確認した確認してってみんななるんですよいやあんた時間あったやろってなりますね自分で自分にツッコミマジでどうにかしてちゃんとしても自分って思うけどねあとは「外国あるあるその」 いや何今何個あるある言ったか分からんけど分からんんだけど準備万端なつもりなんだけど結局えどんなことを確認するえなんかあのこのあ,あの台本セリフとかこれは絶対言わないといけないなみたいなあ自己紹介なとこの今日本日のメンバーで何でこうとだなとか や私しゃべりとかなかったよねとかあ生誕祭のもの持ってこんでいい人じゃなかったよねとかいやったあんたもうちょっと確認できたやろいうことをもう本番前に急にねパッと衝動なんですようんアイドルあるあるじゃなくなった外 <laughs> 国あるあるになっちゃったんですけどじゃあ次うん外国あるあるその6え六 6? まあらル言ったか分からんけど6ですかあのユニットのユニットのユニット曲のあの時間中にユニット曲の時間中にあっ5かあらら5あのユニットの時間中にあの MC で喋ることを考えるいや これはなんかほんまにライブ前に考えていけよって話なんじゃけどそんなあのねこうライブ前になんかマジ、ま、ほんまに考えていけよって話なんじゃけど結構なんかこう考えるの忘れちゃうんですよねほんまにでも、まあ、ユニット曲ってまあ1曲、まあ、大体、まあ、僕こういう公演だったらあの2番までやるじゃないですかじゃ四分 ぐらい4分ぐらいあるけ4分ぐらいが何曲かあるけその間に考えときますね何をしゃべろうっ,ってかうわこれしゃべりたいなとかまあ結局う喋ることない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 どうしようのままあ、舞台に出てその場でパッて文持ちてこと喋ることもあるよ。あ MC のうちわしはみんなでやるんですよ。あの今日はここうういいいいととについて話したいと思います みたいな感じで少し痩せてないああそれある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 はい「開国あるある」その6であのー、開国あるある6なんじゃけどあの1公演目より2公演目の方が顔が痩せてるの顔が痩せて出てるライブに。 自分でもびっくりするんだけど、あめえなってそ私に、ね、昨日に一人だったんですよね。よく二重幅でね、コカの二重幅いいなって言われるんだけど、一人になることもよくあります。コカはいつもいじられる。 そうなんですかねでもこのちょ超最近、特に最近になってからあのー、ほんまにいろんなメンバーがとなんかおる時間が多くなったんですよねなんかいろんなメンバーこのメンバーとかじゃなくて「2個目目は何で痩せるんじゃろう?」なんか顔が別人ぐらい。 すぎもっと近いあるよ人を引きつける何かがあるいやあのこの物理的に人を引きつける何かがあるかもしれこうあここは、ね、心奪われた」とかじゃなくてなんかあメンバーのね メンバーの心を奪われたとかじゃなくてこう物理的にメンバーがなんかねくっついてくることが多いですね触ったり私のことをなんか触りたくなるらしい触りたくなりませんか私のことみんな思わんショールームとか見とって可愛い,いって言ってくれてありがとうあの 触りたくなるよねなんかほっぺてとか髪,が髪の毛とか手とか足とか生誕セ,セレモニーでオきちゃんがコカーに近すぎてあっそ,そんな感じでもうくっつくんですよなんかよあの、みんながなんか私を触るんですよなんかあ私からもうなんか触りに行ってるかもしれない 待ってあそうこの後ね、ちょっと時間がないんですよね。ちょっと自分あ、えっと、じゃあ、今何時か分からんけど、何時から始めたんですか、私。えっと、あ15分たって、今日朝ね、遅刻しちゃいました。ごめんなさい。なんか、犬扱い、犬扱いするとね、たぶん、だってね、マリーナとか、今日、いっぱい話したんですよ、いつもよりいっぱい話してたんですけど、 マリナの大谷マリナの漢字ってよく間違えられるじゃないですか。ああ, 15, あ15分経ったね。待って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 。今は何時ですか。現在23時。40分にはやめなきゃいけない。やばい。じゃあちょっとあの、しゃべりたいことしゃべるね。えっと <laughs>、 今までもずっと喋りたいこと喋ってきて、ね、れ今これは置いといてえっとマリーナと喋ったんだけどあのマリーナのことをあマリーナの漢字ってよく間違えられるんですよ。あの大手にマリーナの「リが「リカのリなのに「さっと」って書かれることが多いのよ。っ私は覚えてたよでなんか「あのマリーナのマリってこれだって言うよね」ってみんなが言って「いやリカのリだよ」って言ったよ。 そしたらマリナにマリナが近クって来てくれてそうよねって聞いたんですよマリナにリカのリよねって言ったんよマリナのリオリタのリよねあの <laughs> リカのリよねって言ったらそうそしたらうマリナのリオリカのリよって私知っとったっけどねあ知っとったんかってなんかこう しゃべりのねしゃべる対応がね絶対ね同い年扱いしてないんよみんな多分なんか生き生ねみんな,なんか私のこと多分ねなんか違う。 平和平和平和なんですかね。でも、私がしっかりすると、みんな喜ぶ。あの、他がしっかりできてるーって感じで、喜んでくる。あ三38分なのでランキング読みたいと思います。13位、く斗さん。12位、筋肉愛好家さん。11位、メガネおばちゃんさん。10位、もっくんさん。9位、オールグリーンさん。8位、癒し系さん。7位、ようさん。 六位コウマさん、五位ブロック下ロッカーさん、四位高梨智之さん、三位元成さん、二位野ーさん、一位チャーミーさんです。ありがとうございます。今日はたたたたたと配信しちゃったんですけど、たたたたたと配信したわけじゃないけどね。まあいつもたたたたたなんだけどね。あ、あの今日はえっと昼夜に公演。 このショールームと、d m m 見てくれた方と、Twitter とか見てくれた方と、今日は解雇かを、なんかこう、解雇かを目にした方と、あの、いろんなメールとかね、なんとかかんとかでね、はい。いや、今は逃走中じゃないですけどね、みんなに逃走中の配信見たいって言われて、なんか、私はパッとせんけどね、ま今日、今日も一日いい日でした。 皆さんもお疲れ様でした明日からまた頑張ってください応援してるけまたねありがとうバイバーイ